業務ボデニエは、フランスの画家である、メイヌイコールエイコールロワール県のアンジェに生まれた。アンジェの帝国高校で学んだ後、1814年にパリに出て、法律を学び、ジャック・ルイ・ダビットの弟子であった、ジャンブロックの絵画教室で学んだ。1817年にパリのエコールでボザールに入学し、ピエール・ナルシス・ゲランの教室で学んだ。一緒に学んだ画家には、 ウジェーヌ・ドラクロアやテオドール・ジェリコーらがいた。1821年と1822年にローマ賞に応募したが受賞することはできなかった。1822年に死のゲランがザイローマ・フランスアカデミーの校長に任じられたのでゲランに従ってローマに移った。ローマを訪れたジャンバティスト・カミー・ユコローと友人になり共に旅をし風景画などを描いた。 ローマに5年間滞在してパリに戻り、1827年にサロンドパリに出展し等を受賞した。1829年から再びローマに移り1841年までローマで活動した。1841年にアンジェに戻り、いとこと結婚した。アンジェ美術館の名誉館長に任じられ、1849年にレジオンドヌール勲章を受訓した。 ありがとうございます。